皆さんこんにちは。こんにちは。今回の広場のほのぼのカフェは、11月に新しく、入ってきた双葉さんのお部屋に来ました。で、双葉さんのお部屋や、普段どんなお部屋でどんな生活をしているのか桑野先生にインタビューしたいと思います。はい、桑野先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、この部屋はもともと年少さんのお部屋だったお部屋を、はい、改装しまして、新しくその一歳児さんが過ごしやすいように改装しました。はい、まずですね、はい、こちらが子どもたちが普段使っているロッカーになっています。はい、上の段にはティッシュだったりビニール袋が入っていまして、はい、うちの大きいところはもうみんなお友達帰っちゃったんでないんですけど、おカバンは普段は入れています、うん、はい、はい、そして普段は こっちのスペースで遊んだり、はい、あとご飯を食べたりしています、はい、普段はこの低い机と小さな椅子、はい、もうぴったりで可愛いですね。可愛いですよね。ちょっと桑野先生座ってみてください。お尻が入らないかもしれない。あ、入らない。お尻が、あ、本当だ、入りません。はい、普段はご飯を食べたり、あとは簡単なお制作をして過ごしています、はい、そしてうちにはおもちゃがたくさんあるんですけど、本当ですね、そうですね、かわいいぬいぐるみだったり、あとはこうやって楽しいおもちゃだったりがあるんですけど、はい、特に子どもたちに大人気なのがこちらのおままごとですね、はい、こちらのおままごと子どもたちもとっても大好きで、ここが回るようになっていたり、あとはここもパカッと開くようになっていたり、すごく楽しい仕掛けがたくさんあって、こういう食べ物なんかを使ってこういう風にお料理する真似をして遊んだりしています。木のキッチンなんですね。木のキッチン、かわいいですね。大人気で遊んでます。はい、次にこちらがお昼寝するスペースになっていまして、はいはい、ここに、はい、お布団が、あ、お布団入れ、はい、そうですね、なるほど、入っているので、はい、ここにお布団を敷いて普段は寝ています。はい、そしてこちらをご覧大きな何ですかこれは。これは避難者で、はい、あのもし地震が起きてしまったりした時に、まだなかなか自分で歩くのが難しいお友達なんかもいると思うので、はい、これに乗ってすぐに避難できるような大きな車です。でもまだその地震とかで使うことはないんですけど、うん、とこれに乗って児童公園にお散歩に行ったりもしました、はい、そんな感じで使えたりもします。中に入れるんですね。そうなんです、ちょっと開くようになっていて、なるほど、はい、そうですね、はい、あ、かわいい。11月の駅名も終わったんですけど、11月の駅名も作ってみました。はい、はい、そして次は、はい、次は水道がありますわ。鏡がある、大きい。そうなんです、大きな鏡で、はい、ここも低くなっていて、はい、あとは水もちょこっとしか出ないようになっているので、はい、ここで石鹸をつけて自分たちでお手手を、はい、洗うことができます。なるほど。ここにタオル掛けもあるので、はい、ここのタオル掛けで自分でお手手を拭いてご飯を食べたりおやつを食べたりしています。はい、はい、そして奥のコーナーが、はい、おむつを変えるコーナーになっていて、はいはい、ここのマットの上で、うん、おむつを変えるようになっています。はい、ここには椅子があってみんなちっちゃいです ね、 ですね、お椅子もど何もかもがここに座っていい、おズボンも履いたりしています、はい、そしてたくさんカゴがずらっと並んでるんですけど、はい、ここには子どもたち一人一人のお着替えが入っています。はい、はい、そして扉がありまして、はい、こちらがおトイレです。はい、ちっちゃい。そうなんです、おトイレもちっちゃくて、はい、まだ実際にはあんまり使ってないんですけど、はい、おトイレできるようになっています。はい、そしてこの存在感のすごい、はい、何ですかその大きいものは。これはおむつのゴミを入れるゴミ箱になっています、は
どうやって開くんですかそれ。これはこうやって開けると、はい、おお。入れると手を汚さずに捨てられるっていうものになっています。すごいですね。大きなゴミ箱です。なるほど、はい、じゃあちょっとトイレでさよならになっちゃいますねこれ、はい、11月から、はいはい、子供たち、はい、少しずつね入ってきて、はい、だんだん双葉さんも子供たちいっぱいね、はい、だんだん増えて賑やかになりました。ね、こんな素敵なお部屋で1歳児さん毎日生活してます。はい、桑野先生ありがとうございました。ありがとうございました。